しべとり村は、北海道根室振興局しべとり群に属する村。同じく北方領土に存在する、流別村、シャナ村、留め寄る別村に次いで、日本で4番目に大きな面積を持つ村であり、日本最北端の村でもある。ただし、2021年現在しべとり村を含む、北方領土に、日本の市政権は、及んでおらず、法律上のみ存在する村となっている。 村名の由来は、アイヌ語のシペ、オロから。当該地域の領有権に関する詳細は、千島列島及び、北方領土問題の項目を、現状に関しては、現在のエトロフ島の項目を参照のこと。カモイワッカミサキカモイワッカミサキ地図エトロフ島東部に、あり、エトロフ海峡に面している。地勢は、トメチャリューゲ玄アイ島の高地にあたり、地形はおウムヌ元素で、 活火山である模様寺岳及び新井岳、楽器別だけなどが幾重にも連なり、標高は1200メートル程度だが、広い山麓に、鴨井若岬、楽器別岬、さらに、日本最大の楽器別の滝を要している。日本一楽砂楽器別の、滝日本一の落差140メートルへとるふとしべどり、村キ器別の滝戦前写真提供。 公益社団法人千島ハボマイ諸島居住者、連盟2017年交流戦より、エトロフ島ーベドリ村楽器別の滝リヌイさん、滝戦前のエトロフ島ーベドリ村かもいわっかみさき、リヌイさん滝、写真提供公益社団法人千島ハボマイ諸島、居住者連盟エトロフ島ーベドリ村かもいわっかみさき、リヌイさん滝2018年自由訪問、交流戦より、夏の平均気温は20度、 暖かい日は海で海水浴ができる。中心集落のしべとりは、軍内最大のしべとり川川口に位置し、島内第三の集落として賑わいを見せ、その他の集落も北西岸のオホーツク海側に集中していた。戦後のエトルフ島しべとり川写真提供、撮影、山本忠平氏戦前のしべとり川我らの北方四島、 自然編参照幕読まい側、チコハイ川サルマ側、都市瑠川市村や、旅館山本商店、橋本商店、神奈川運送店、消防ポンプ層、半昌しべどり村、役場しべどり郵便局下、水山随仙寺社内エリンク所、駐在所、社内警察署、巡査駐在所、地区取り公会堂しべどり、小学校しべどりこと平神社和田牧場、川畑漁業番屋、 法安電しべドり病院駅定川口松六、戦争湖船つき場倉庫八、しべとり共同墓地火相場北海道酒、鱗春夏条約取市場、すはら漁場ひらと、漁業川畑漁業、ポロ山補助後井戸六沿線には驚くほど、数多くの番屋が、天在史跡見かげし、第二本恵み取る不記念碑駅定、芝山分吉芝山牛場山国かに缶詰工場、 四谷倉庫1930年、最上徳内らが設置した完成12年の氷柱が朽ち果ててしまったため、北海道庁がしべどり村村長の大沢さんに新しく作り直すことを依頼しました。この時、国境が定まっていたので見陰石で記念碑を作ることにしました。本土に発注して出来上がった見陰石の記念碑はしべどり村から船で運搬。 エトロフ島島民の手によって人力でエトロフ島しべどり村かもいわっかみさきに第二本めぐみトロフ昭和の記念碑をかもいわっかみさきに建てましたこの記念碑は1945年かむいわっかおいに建っていたことを確認されていますがそれ以降存在は確認されていませんエトロフ島しべどり村かもいわっかみさき記念碑写真提供 公益社団法人千島歯舞諸島居住者、連名写真撮影、しべとり村元島民、中田直司市エトロフ島しべとり村かもいわっかみさきの、三影石の記念碑設置後の記念写真写真提供、公益社団法人千島歯舞諸島居住者、連名写真撮影、しべとり村元島民、中田直司市戦前の北方四島写真、収録週現在、しべとり村に関する戸籍事務は、 根室市役所が代行している。なお、戦前の戸籍簿、除籍簿の一部は、釧路地方法務局根室市局に保管され、根室市局が、証明書の請求窓口となっている。根室千島歴史人名辞典による。しべとり小学校の記録明治初年頃の、学齢児童はすこぶる少数であったが、明治25年頃になると十数人を数えるほどになったため、随戦時住職。 斉藤法水氏に委託してお寺の一室で授業を開始した。明治29年6月公立人上小学校と改め斉藤幸太郎氏を訓導校長に任じ7月4日より民社において授業を開始し、翌30年9月新校舎が新築落成した。明治31年5月16日には教育直後が可視され、以来修学成績が向上した。 明治36年12月15日、北海道町長官より、夏畑が下布される。大正4年11月大正天皇皇后ご神栄化し、同5年大正天皇ご即位の記念事業として、ご神栄法案伝新築と教室増設を行った。昭和6年5月金城天皇皇后のご神栄化し。その後十数年、社会の進展に伴って、 教育施設もまた改善の必要を痛感し、昭和3年後即位の体験事業一つとして、高等科の平地を決議、同昭和3年10月、一教室を増築竣工し、翌昭和4年4月1日より高等科の授業を開始。後の昭和2年1月1日青年訓練所を築奇寿中鳥小学校に平地しましたが、昭和10年法令の改正により、 青年学校と改め現在生徒数8名なり、昭和11年日中戦争勃発、戦況は拡大し、昭和16年太平洋戦争へと拡大ていきますが、この年を機に一斉に国民学校に等にされました。4年後の昭和20年8月15日、日本はポツダム宣言を受諾し、連合国に無条件降伏をしました。 8月28日エトロフ島流別村にソ連軍が上陸、10月初めには薬取村にソ連軍が新中ソ連漁業コンビナートの進出によって薬取村民は強制労働を強いられた後ソ連邦によって元島民は故郷を追われました。平成に入ってから許された初の北方母山でしべとり村に訪れた際、家屋、庁舎、しべとり国民学校校舎も すべて壊され跡形もありません。ただ、今も、なお、学校の校門だけが壊されず凛とした姿で、元島民の帰りを待っています。昭和のエトルフ島しべどり村の校長、先生の名前解放し、しべどり物語しべどり開発校8月15日現在、総務省統計局、国政調査ソ連占領後のしべとりは、ロシア名スラブの絵集落となった。後、 島内の大部分が自然保護区に指定され、シュベトリ村も地元のロシア人さえも立ち入りを制限された地域となった。シャナ村からの道路も廃道状態でヘリコプター以外で行くことは困難な寂しい廃村となっている。2003年には酒スフカ場の事務所建屋が残っていたが、その後倒壊、または取り壊された。道路沼近くには、 陸軍飛行場が建設されていた。2021年までに行われた、ロシア側の研究者の調査によれば、コンクリという板を使った滑走路の遺構が残っていることが報告されている。高田や河平米が作った琴平神社。7月15日は年に一度の村祭りがあります。しべとり神社は、川端孫一さんという部落一番の有志が混流し、 琴平さんを着ているとのことである。子供相撲に、子供カバーみこし、それに、巨場の若い者たちを混ぜての青年見越し、相撲などの催し物がありました。ありがとうございます。